どうも竹次郎です。ということで竹次郎ゲームスマークオブザ忍者リマスタード第7回目、今日もやっていきたいと思いますけれども、前回まではですね、カラジャンを追いかけて追跡ずっとしていくうちにですね、地下墓地を通ってカラジャンの城の方に侵入するのが一番得策だろうというところで、地下墓地の入り口に到達するところまでやりました。なんかね、地下墓地結構難しそうな感じがします。果たして、竹次郎さんは今日はうまく、できるんでしょうか。実際にやってみないとね、わからないんですけれども、第7回目で場所が、どんどん移動していってるんですけどね、あのカラジャンのその城があるのが東欧、東ヨーロッパの方っていう設定みたいで、皆さんお気づきでしょうか。このイントロの画面ちょっと変わっているのに気づきましたか。ゲームメニューも変わっておりまして、はい、彼がこんな入れ墨してたのかみたいな感じのバックショットになっておりますけどね。すごいね、この入れ墨ね、頭の方まで入ってるとかすごいですね。さあ、そんなわけで第7面行ってみたいと思います。Look at that chasm. My advice? Move fast and don't look down. いいか、とにかく早く歩け。下を見るな。下見るなって言われたら見たくなるんですけど。ああ、そういうことか。Oh. Guess I'll have to find another way around. 違う道にした方が良さそうだな。目的は地上に出る道を見つけることですね。ちなみに今回の7面の封印なんですけれど、毒ガスの中を歩いているガスマスクをつけた守衛を3人殺せ、それから最後の部屋で死体を3体隠せ、クレートに乗ってそのままシャフトの上まで移動しろの3つですね。もう今の段階だと全然なんだかわからないんですけれど、ちょっとやってみたいと思います。Go on. I'll catch up. 何言っていいんだよね。待って、これ上どうなってんの。上行きたい、上行きたいっつ。上は、あ、ん、この上はないか。 This place is ancient. Watch your footing on those ledges. They don't look very solid. 古い建物だから崩れやすそうだっていうことなんですけれど、待って、なんで上来たの俺。下はなんか、下は下でなんかありそうだな。ちょっと先に下行ってみましょうかね。ですね。何があるんだろう。ああ、ここも壊れそうになってんのか。This place is ancient. Watch your footing on those ledges. They don't look very solid. ここもなんかあんのかと思ったら何もないんだね。これ上から行っても下から行っても変わんないの？なんか下から行く方が難しそうだな。これは、あ、下になんか、うわ、でもちょっと待って待って。下どんだけあんのこれ。え？ちょっと下行ってみていいですか？この下ないんだ。うわ、怖いね。あ、アイテム奪還。あ、ここも、おお、ここもなんか壊れそうですね。こっち側に来たのちょっと失敗だった。そこは見えない。これ行くの？うわ、上行った方が楽だったんじゃないこれ。うわ、マジかよー。
ジャンプ、ジャンプ、よいしょ。あー、もうめっちゃ怖いよ。あ、セーブポイント来た。はい。ちなみにこっち側って何かあったのかな。うわ、上がれねえじゃん。なんかあったっぽいけどな、戻れねえもんな。絶対この辺になんかあったような気がするけど、いや、まあいっか。とりあえず先に進みましょうか。はい、これ何？いい？あ、動かせるんだこれ。あ、下になんか行けるところが出た。ちょっと下行ってみましょうか。That corridor is full of poison. If you move fast, it won't kill you. I just hope there's fresh air on the other side. 反対側に新鮮な空気があることだけを望む。ああ、そういうことか。ちょっと待ってね。ああ、そういうことか。あっぶね。あっぶない。死ぬとこだったよ。危ないよ。A ninja must never fear death. But Tatsuji refused to die. He was corrupted by a power that had no purpose. I give my last coins to an old scar-cheeked merchant. What have I to lose?あー、ちょっと待って、あれずっと奥行けるんだ。いやだってずっとないでしょ。ちょっと行くだけ行ってみますか。いけないことはないんだね。あ、っていうかここ通っていかなきゃいけなかったんだね。そっかそっか。あぶね。そっか、早く走って進めばとりあえず大丈夫だったりする。They're using those crates to haul weapons. Nobody will notice if you ride along too. 乗り込んでも誰も気づかないだろう。クレート。レバーを一回引けば動き出す。もう一回引けば止まる。ああ、こういう動きをしてるんだ。あ、下に敵いるな。上から来たね。あー、そういう動きしてるんだ。めっちゃ行っちゃったね。これいつ戻ってくんだろう。あれ、いつ戻ってくんだこれ。え、一回乗れなかったらもうアウトなの？あ、戻ってきた。
分行くよ。結構な距離行ってたよね。うわぁ、でこれどこまで行ってんの。ここで多分 U ターンするのかな。これでまず行って、こいつ倒しちゃうかな。はい。で、もう一回乗るでしょう。あいつがここで倒れてる分には、もうビームとか出ないから。で、はい、ジャンプで、ちょ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 、こっち、こっち、おーっと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 、危ない、ジャンプ、はい、はい、はい、よし、お。クレーターに乗ってそのままシャフトの上まで移動しろ。貨物用通路、ん？貨物用通路を上に向かえ。うわぁ、うっそ、すげえ上なんだけどこれ。うお、マジか。頑張るわ。まずあいつをなんとかしたいなぁ。こいつ、これでずっと上まで行けばいいのか。うおー、危ない危ない危ない。落ちちゃった。途中に敵いんのか。じゃあ、こっちにまず行っといて。待ってよ。まず左側に敵がいるから、とりあえず左に行っとく。で、次、いや、あー、ダメだ、落ちた。これ B で戻したら上から戻ってきたりとかはしないのかな。で、これってシャフト使わなくても上いけるんじゃねえのか。ちょっと待ってね、これはちょっと俺には無理だな。どうすればいいの？あ、また、こっちに移動して、ちょっと待って。
こっちに移動して、たまに左見るから、左見終わった後に、そう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 、その時に、あ、あ、あ、よし。いいんじゃないでしょうか。下に落ちちゃったからいいんじゃないでしょうか。なんか交互に出てるやつとか超むずいな。その上に行きたいんだけど俺。あはは、上に行きたいんだよ。上に行きたいだけなんだよ俺は。うわー、もうこういうギミックやだな。俺の一番苦手なやつ。こっちか。行けましたね。うわまだあんのこれ。うわちょっと待って、下から出てんのと上から出てんのとで、でもどういう動きするのかちょっと先に見るか。ちょっと 見るだけ見よう。下からと上から。この先っていうの、ああそこの上行けばいいのか。オッケー、じゃあこの左のレバーのとこまで行こうまず。はい。でこっち側で下から来てるからここで待機でしょ。あーでこうでしょ。で B。ここのやつは下から行ってるから、こうこうで、あ、わかったわかった。下のやつも動かさないとダメだから、まずちょっと待って。まず、ここで一回映る。で、これ、B で動かす。そこ、そっちじゃない、そっちじゃない、そっちじゃない。上から来てるやつでしょ。
ってこう。で、下に遮ったときに、行けば大丈夫。よし。OK、地上へ出ろ。お、もうゴールかな？Hey, I found a way out. It's just past the next room. But there's a rusty old gate blocking the way. There's a way to open it from your side, but be ready. When the racket starts, every guard down here will come running. Oh. Wait, この先どんなあれがあるかわかんないけど、とりあえず煙。おーい。そこ閉じられちゃうんだ。ちょっとこれ下の方行ってみますか。地上に出ろって言われてるんだけど。こっちは行き止まりかな？行き止まり。ここは隠れれる場所かな？警報鳴らされたわ。あともうちょい、あと7秒。6、5、4、3、2、1、0。 It's open. Get out of there. Okay. あー、落ちちゃった。どうして落ちた？落ちちゃった。そっからやんの？うわー、マジで。これ何もせずに待ってた方が良さそうだね。マスクをつけろ。ガスが多すぎる。めっちゃ増えてきたんだけど。めっちゃ増えてきた。あ、5、4、3、2、1。開いた。いけ。いけねえな。やっぱりちょっと倒した方がいいのかな。
警報鳴らされるのかしょうがないわ。うわ、早すぎた。落ち着いて落ち着いて、そうそうそう、落ち着いていけば大丈夫。竹城さんできる人だから、できる子だから。はい、オッケー。ん、これで地上に出れるのか。Now let's get out of here。よし、ドア出れば。お、ちょっと待って、なんかいろいろなんかあるんですけど。そっか、こっからじゃいけねえんだ。いけないよね。そうだね、ジャンプしても無理だもんね。いけませんでした、残念。はい、ということで第7面、意外とプレイ時間は短かったんですけど、パズル要素が多すぎてちょっとドキドキしましたね。はい、ということで底なしの深淵を越えてということで第7面、やっていきましたけども、地下墓地の通路を駆け抜けて無事に地上に出ることができました。さあ、どういう話になっていくのかは次回以降ということで、はい、今日はこの辺にしましょうかね。ということで次回8回目をお楽しみにしたっけねー。